支援が騒然となったクライマックスシリーズ進出を激しく争う2位広島と3位阪神のぶつかり合いで両軍がにらみ合った5回にし阪神藤波が菊池の胸に支給を与えたうずくまった菊池をしばらくは広島トレーナーらが手当てしていたこの時広島ベンチからの何らかの言葉に反応したのか阪神の山田バッテリーコーチ中西投手コーチらがホームベース付近に飛び出し 広島ベンチを睨みつける場面があった三塁側からは広島野村監督も登場しホームベース付近で広島野村監督阪神和田監督が厳しい表情で退治した両軍コーチが脇を固める形で睨み合うなど一触即発のシーンが繰り広げられたその後手当てを終えた菊池は一塁に歩き続く丸の安打で1三塁としたが広島はこの皆無得点に終わった 4回に、広島、福井がマートンの左腕に支給を与えていたことから、両軍ベンチが熱くなった格好だが、審判団から警告試合が宣告された。